つもようこそ、どうぞマリンスタジアムにご来場いただきました。ありがとうございます。はい、ということで日本生命セパ交流戦、残すところあと2カードプラス1ゲームマリンスなんですが、あっという間ですね。はい、昨日から始まりました6連戦、その2試合目は横浜 DeNA ベイスターズ戦ということになっております。マリンスとしては今日勝って3連勝、そして借金返済と、そうですね、行きたいと思います。はい、はい、皆さん松井応援をよろしくお願いいたしま す。さあ今日のオープニングステージは、マリンスで、ね、このボールバックステージの情報だったり、のイベント情報などを、こちらにお伝えしていくステージなんですけれども、今日は僕マサナリと、はい、MC 研修生のゆきです。よろしくお願いいたします。ということで、こちらのステージにはいつも我々だけではなく、はい、M スプラッシュからも一人登場してもらっています。今日はこのメンバーに登場してもらいましょう。アンジュー、お願いします。はい、お願いします。はい、どうも、ご挨拶お願いします。はい、M スプラッシュ3年目になります、アンジュです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、昨日登場のみずきから、昨日のステージではちょっといろんなことがありましたけれども、はい、はい、プライベートでも仲良しな同期メンバーということで、まあ、いろんなところに遊びに行ったりするというふうに聞いてるんですが、はい、はい、どうなんですか、そのあたりは。はい、あのダーツにも行ったんですけど、よくカラオケにも行くんですよ、みずきと。はい、はい、はい、で、カラオケでよくあのみずきの曲の番になって、あれ、みずきがいないと思ったら扉がバンって開いて、みずきがタンバリーを持ってこう踊りながら、違う違う、自分の曲の番だよね、はい、盛り上げじゃなくて、はい、曲の番にこう歌いながらタンバリーでこう踊ってくれたりとか、とにかくあのタンバリンで場を盛り上げてくれます、みずきは、はい、盛り上げ上手なんですね、はい、ちなみにアンジュのお得意なナンバーは歌ですか。歌、カラオケに行ってよく歌うなみたいな。ミワの歌をよく歌います。はい、なるほど。ちなみにみずきは、みずきはあのちょっとなんていうんですかね、なんだろう、オールジョール結構歌えます、みずきは。そうなんだね、はい、そうです。じゃあ割とあの2人で遊びに行ったりしていると。はい、そうですね。さあ、そして今日は昨日に引き続きの DeNA ベイスターズ戦なんですが、アンジュ、昨年のミシタン応援デーで横浜スタジアムに足を運んだと思うんですけれども、何かその時の思い出とか。はい、あのその日ナイターの試合で、はい、ちょっとマリーンズは負けてしまった試合だったんですけども、あのグラウンドの真ん中でこう花火が打ち上がっていて、はい、もう私も見ていてとても綺麗だなと思って、もし自分がお客さんで来た時にこう負けてしまった試合でも花火を見たら、あ、ちょっと来てよかったなって思えるなと思って、とても記憶に残ってます。またあの中華街のど真ん中で見る花火っていうね、はい、普段絶対見ることできないもんね、はい、なるほど、そういった特別な日に行けたということですよね。はい、はい、皆さんご存知の通り、ゾゾマリンは、交流戦期間中の平日だったらね、よく花火も上がりますし、今日も一応上がる予定、ちょっと風向きとか不安な部分あるんですが、上がる予定になってますので、皆さんぜひこちらもお楽しみにしていてください。さあ、そんなアンジュに、交流戦も残りわずかとなるんですけれども、ちょっとまた抱負なんか聞かせてください。はい、交流戦も残りわずかということで、私たちも全力でパフォーマンスしていきますので、応援よろしくお願いします。はい、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、ということで、そんなアンジュを迎えての今日のイベント情報に参りましょう。